はい、皆さんこんばんは、ミナッチです。スーパーファミコン、ファイアンブレム、紋章の謎、暗黒戦争編のパート20やっていきましょう。ワコス？はい、バスでいらっしゃい。では、進めましょうかね。マルソージ、私たちはバーレンの町を守っている傭兵です。西の砦にはグルニア騎士団が集結しており、この町は完全に包囲されています。ここは危険です。幸い東の城が手薄ですから、これを脅すのは良いでしょう。我々もお手伝いしますから、一時も早く東の城へお逃げください。で、あ、新しい傭兵さん、シーザ。鋼の剣か。と、ラディ。あまり使えなさそうな。あ、闘技場がある。お金儲けって書いてある。とりあえず結構前に陣取ってんな、こいつら。できればここまで下げたいんだかな。あれ、店二つある。これ、いつも通りだから、武器屋だよね、きっと。これ、道具屋か。もしかして。さて。ちょっとね、この闘技場を、リセット覚悟で遊ぼうか。どんなとこかね、見てみよう。ここは闘技場だ。掛け金は600ゴールドだが、やってみるかい？はい。あんたの相手は海賊レベル1、賞金は1200ゴールドだ。勝負はキリがつくまえずが、ターン表示中なら B ボタンでやめることができるぜ。まあ死なない程度に頑張りなよ。どんな感じなんだろう。ファイト。相手の方が早いんです。おう、クリティカル強え。勝ち上がったか。賞金の1200ゴールドだ。ああ、こうやって戦うのね。ちょっと北ばっかの人悪いけど。買い物。買う。おー、銀の槍が出てきたね。高いなぁ。そろそろあれか、鋼シリーズに、鉄をやめて鋼に切り替える時期だね。あとは、槍。そういえば、闘技場のルールは説明してなかったですな。多分ね、前ちらっと他の人に聞いたかな。どうだったか。
まり詳しくは聞いてなかった気もするけど。あ、もう一つの店のこと忘れてた。めっちゃ買い込んだんだな。ここ何売ってんだ？場合によってはリセットだな。ここは道具屋よ。ほー！合格金た場合、さらに経験を買いまで買える素晴らしい施設である。そうだったね。今ちょっとやってみたけどね。あ、そういえば、ニコメさんいらっしゃいね。言ってなかった。そうか、ライブの税高えな。1000もするんか。ちょっと、これを、そうか、ファイヤーの人、サンダーの人、サンダーの人使い切ってよかったな。ファイヤーの章が一番弱いんか。威力も必殺もない。でもなんか弱特攻ついてたりしないんかな。それがちょっとわかんないね。ちょっとこれ買ってみよう。リセットすることにして。あ、で、売るってあったね、今。武器、装備。あ、漂流に効くんか。あれ？あの、下流のブレス同じ扱いか。ああ、重さないから高速はめっちゃ速くなるやね。そうか。じゃ、基本はサンダーで攻撃して、弱点属性の竜が来たらそれぞれの章を使い分けるみたいな感じかな。というわけで、リセットしましょう。そうね。この枠ね、いろいろ、編成枠にしよう。ちょっといろいろね、メモとか取って、やるので、きっと、ものすごくつまらないと思うので、なんか他のことしながらね、音楽だけ聴いててくださいな。ここを飛ばしたい。基本的なアイテム整理は終わってるよね。あ、もう一個確認してなかったな。ごめん、ちょっともう一回。あるだけでいいや。いません。食い物。違う違う。売る？あ、マルスだと輸送隊選べるのか。重さが4で、あれ鉄の槍の方が重いのか。あ、じゃあ鉄の槍はもう全部売ってしまっていいんかな。重さ7。装備の槍。ああ、手やり重いな、20か。そんなに重かったやね。あ、
じゃあこれ鋼の剣か、これ今見てたの。他のが見たいな。そうか、で売れるのか。マルスできたら売れるね。オッケーオッケー。ここを飛ばしたいな。初見です。はい、初見4個目さんいらっしゃい、こんばんは。まあちょっとですね、いろいろ編成をするところなので、ちょっとアイテム整理とかやり始めますので、余ってんのが日本、あー2か。で、恒例の石力枠。はい、コメさんいらっしゃい。赤緑枠、赤緑枠ってなんだ、この二人のこと。鋼持って、そう。あ、こいつらのことなんだ。こいつらはね、育ててるよ。はい、小手半ありがとうございます。ちささんですね。よろしくお願いします。で、弓がないんだよね。鋼の弓だな。よいしょ。で、系で必ずと言っていいほど出てくる馬タイプの敵力。ああ、なるほどね。カイン派かアベル派か、それともビラクパか。ビラクってまだいないよね。名前的にはね、アベルが好きなんだけどね。わら。マチス、マチスってあれでしょ、レナの兄貴でしょ、この角刈りの。育てる気一切ないんだけど。プレミアムストーリーがこの店を登録しました。はい、コミさんありがとうございます。これね、育てる気ないんだよ。なんか見た目がパッとしないじゃん。これもそうだけど、このね、あの下の方にいる人たちはね、あんまり育てる気がないやつらだな。特に選手はさ、クラスチェンジがないみたいだしね。あー、で、鋼の弓と、あと何いるかな。転職済みのキャラは使っても面白くないよね。司祭のこいつとかだよね。あと、これか、ホースメン。とかね。あと、パラディンのこいつとかね。あとは、あと、魔法の章だな。ファイヤーとサンダーで。安静のマリク。マリクは、頑張って育ててる途中ですね。鋼持ってるな。あと、ライブの杖を買って、レナをもっと回復できるようにしよう。あとは、重さ6で、あ、2か。なんで、命中も下がるのね。銀の槍はさらに命中下がる？
あ、命中は下がらないか。あ、でも銀の方が重さが軽くなるんだな。へえ。なるほど。あ、銀のシリーズ重さ軽くなるんだね。つまり。そしたら予備が、鋼2本でしょ、剣。銀はユニクロで最強だからな。そうね。予備2本で、鋼の槍は0か。でも銀の槍は二本ある。で手槍一本か。細身の槍の入れる箇所がなくて困るな、そうやると。あとは素早さ上がってきたから。鉄の槍じゃなくて鋼の槍を、やっぱ視力武器にした方がいいんかな。悩むね。4人使うから、あと2つは欲しいな。鋼の弓、足りるかな。とりあえず買うものは決まった。あれ。でもウェンデルも一応攻撃できるようになるな。遠隔で。ここで書を買えば。さっき見たんでね。で、とりあえずこいつらどうしようかな。一旦下げるべきかな。あれ、ホースメンって山入れるんか？アーチャーは山入れないんだよね。
けど、ハンターは入れるから、ホースメンは山入れるんかな。入れないんだったら、銅がここでもいいな。あんまり後ろに下げても居場所がないしな。買い物だけしようか。計算しよう。これが6本の予定で、で、やり、出てきて早々に買い物ばかりに任命される悲しいやつ。え、だって使う予定ないんだもん。で、槍が、一応4本かな。で、とりあえず銀の槍は、高いからな、置いとこう。ということで、弓が、これも一応3、これも3本の予定にしようか。560。で、全部足すと。お、全部買うと8480になってしまう。買いすぎやな。したら、最低限の飲食か。これがちょっと高めだからな。760。5440か。したら、これを2本。で、槍が4本。お金くれてか、敵を倒してもお金もらえないのがなかなか辛いね。こいつに行かせようか。とりあえずライフ2本。2本。かな？あと、マリック用でしょ？終了まであと5分になりました。このとこか？
まあ、とりあえずこんだけにしとこう。んーで、総代。ケツ、あ、違う。あ。交換。あれ、こっち武器か。あ、めんどくせえが次のターンでいいや。次来るな。情報を得とこう。ドラゴンを倒すにはドラゴンキラーという剣が必要です。そんなないものの話をされても困るんですが、とりあえずは下げるか。あまりまあ前方にいてもいい気がしない。あとなんとなーくそこに一人でいる海賊がすごい気になる。なんか増援来そうなんだけど、終了まであと3分になりました。どこまで下がりゃいいかなぁ。とりあえずね、今日ここまでの予定なので、次枠予約を無効にしました。時間いっぱいまでできるとこまでやりましょう。移動力高いなぁ、やっぱり。こういうさ、あの敵の集団見るとさ、マップ兵器を使いたくなる。スパロボ脳だな。あー、こいつらもやっぱ、初めのターンから突っ込んでくるんやな。どっちにも等しく遠隔がいるのはなかなかいやらしいね。終了まであと1分になりました。預ける。視聴してくれた皆さんありがとう。闘技場で戦いに勝つと賞金がもらえて経験も積める。でも負けたら死んでしまうぜ。お疲れ様。まあ行くんなら覚悟を決めて入ることだね。らしいです。じゃあこの続きはまたね、次回やっていきましょう。今日はお疲れ様でした。